黙祷。Over military target Hiroshima, Bombardier Major Farabee took over.広島市原爆死没者名簿奉納。こんな私のわがまま聞いてくれる
あなたはあなたのままで変わらずにいてください、そのままで。本当にようこそいらっしゃいました、広島60というタイトルをつけました。かぐや姫がこうやって歌うのは実は2000年の時に1回ツアーをやっておりますので、まあ、5年ぶりということになります。そして今回8月6日、この広島でコンサートをやろうということの意味はもう皆さんもお分かりの通りだと思いますが、戦後ちょうど60年、この広島におきましては被爆60年ということになります。そして、まあ、ここで8時15分今日の今朝8時15分に原子爆弾が人類の上に初めて、爆発いたしまして、広島長崎合わせますと20万人の人たちがその一瞬にして命を落とした、日でもあります。しかし、まあ、世界を見渡しますとその核の問題っていうのは縮小するどころかやや拡大する傾向にあるっていうのが、まあ、実際、事実だと思います。まあ、そういう、こう現実も踏まえてこの唯一の被爆国に住む我々が一つでも、世界中からこう核兵器がだんだんなくなっていく、そして皆さんのポジティブな思いで、本当に核兵器のない世界が来ればいいなと、我々もそんなことを夢見ながら夢見るのを現実にしたいなというような思いで今日はここで、まあ、コンサートを開くことになりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあパンダさんからも一言、短めでね。はい。もう二度とね、60年前の今日が繰り返されることがないように子どもたちの未来と平和を願って歌います。よろしく。じゃあ翔やんからも一言。こうやって3人で並ぶと、ああ僕ってかぐや姫のメンバーだったんだなって本当にしみじみしてます。こんな愛あふれる素晴らしいグループから少しずつなんかいい波紋が広がっていってくれればいいと思います。今日は楽しんでください。妹よ襖一枚隔てて今小さな寝息を立ててる妹よ、お前は夜が
夜が明けると雪のような花嫁衣装を着るのか。妹よ、お前は気量が悪いのだから、俺は随分心配していたんだ。あいつは俺の友達だから、たまには三人で酒でも飲もうや。妹よ、父が死に母が死に、お前一人、お前一人だけが心の気がかり。明日お前が出て行く前に、あの味噌汁の作り方を書いて行け。見せるよ
したあの小さな嵐の夜に海の底で飲んでいるよ苦いコーヒー僕もケラトもいつかきっと言ってみせるよ君の絆で海の向こうへ海の向こうへLa la 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 la
日曜日一緒に心ゆくまって眠ろう。
歌って歌って大丈夫大丈夫。都会がうるさすぎるのは誰のせいでもないそう。おはよう休み日曜日心ゆくまで眠ろう。都会がうるさすぎるのは誰のせいでもないそう。まさにあの1970年代の初めにこのスタイルでね、思い出しますね、歌ってると、ね、パンナさんベース、ギター2本でね、ベースはあの昔あの車がなくてね、あの高円寺からこう運んで、自分で運んで、チッキという80円の小荷物預かりをね、あ、国鉄の頃だ、そうそう、JR じゃなくてね、うん、それでチッキってあったね、そうそうそう、それで運んでね、運んで行ったな、うん、タクシーに乗る時なんか最高だったね、でもたまにタクシーでこのベースを運ぶのはものすごいテクニックがいるんですよね。乗せたの無理やりね、乗せるのよね。タクシーの運転手さんはこうやって運転してでこっちに助手席ありますよね、そこに実はあのあれなんていうんですか、あの枕みたいなこの、ヘッドレスト、ヘッドレスト、まず翔也が止める役だっけ。僕おとりなんですよ
だから要するに、いや要するにベースを持ってる人が立ってるとタクシー止まってくれないから落車したので、で翔平お前行けって言われたから僕はぼーっと立ってタクシーをまず止まるね。そしてタクシーが止まったらビルの陰から僕ら二人がこれを持って出てくるわけです。それでタクシーを乗せて、あらこの人一人かと思ったら何だあのベースはと思うわけ。その時に閉められると悪いから自動ドア開いたところにもう足をかけて閉められない。そして僕があのヘッドレストをパーンと取り出す。そして反対側を開けて、あのロックを開けて反対側が開くでしょ。その反対側から分かりますか、斜めにまずネックをグイーンと持って前の助手席に突っ込むんですね。てか運転手さんのここにネックがドーンと来るんです。ええ、やってみますか。やってみる。実際にいいですよ。じゃあ私が運転手さん、運転手さん、はい、はい、じゃあ、しょうや、止めにまず止めて、止めて、いや、こっち向いて止めないと。はい、はい、いらっしゃい、はい、ようこそ、はい、いらっしゃい。ドア開きました、はい、後ろ開いた。まず後ろが開いてるの、誰が足で止めるの。え、はい、じゃあ入れたところ、はい、開いた、ヘッドレストを取った、その後ろ、ドアからこういうふうに入れます。で僕が翔也、そのマイクで説明しないとお客は分からん。僕が持ってここに最後に座るんです、ギターまで。あ、そうやった。これがこういう形で、あのよく最初の頃はそれで、まあその売れるとは思わなかったけどもですね、なんとか3年目ぐらいにヒット曲があるといいな。東京の方ではねすごい有名だったのよね、うん、もう学園祭もいっぱいになってたしね。そうそう。でそんな時に初めてかぐや姫が業界誌のオリジナルコンフィデンスっていうそのないないってある雑誌があるんですけども、それに100位に入る。そう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 。嬉しかったな。嬉しかったね。とちみじみ嬉しかった、うん、たださ黄昏ないね。待ってたもんね。もう嬉しくて3人で飛び上がってね、喜びましたよね。
イエーイ、イエーイ、ラブ&ピース、ラブ&ピース、ラブ&ピース、ノーモー広島、ノーモー広島、ノーモー長崎、連れて行こうと。
よ。この広い海いっぱい
どうもありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは、森山良子です。どうも、いろいろなあの今日の趣旨を聞きまして、あの少しでも多くその原爆の、養護施設や、それにまつわるところに少しでも多くの寄付をしたいという、お話を聞きまして、それならば私の身一つで参りますということで一人で参りました。次の曲は、素晴らしいギタリストを、森山良子のまたスペシャルゲストにお招きしてお届けしようと思います。伊勢正三さん。よろしくお願いします。今日はですね、初演にお願いして、名田曹操、これを一緒に聴いていただけるたらと思いお願いしました。それでは、名田曹操、皆さんの心の中にいる大切な人に届くといいなって思います。会いたくて会いたくて
と川の流れを変えてみたいと分かって燃えたあの日の歌がどこかで聞こえている賑やか通り抜け裏通りの影でふっと足を止めたその時いつも聞こえてくる若い夢が君のその手に育ち始めたらともしびが一つ二つともに一人じゃないと知ったその時明日が笑ってる誘うから僕らの靴はいつも半分擦り切れているだろう愛したあの人は今どこにいるのだろういつか君を迎えに行こう約束はできないけどいつか君を迎えに行こう約束はできないけど
ただ目を閉じて
ますルル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 ルかぐや姫とハウンドドッグってなんかもう対極だよね。要するにほらそっちは愛が全てさ次言ってたなで影があなたはもう忘れだから面白い。歌心は一つです。お姉ちゃん一曲、ずっと歌ってきた歌があるじゃない、ピースコンサートで。はい、必ず歌ったよね、この歌を。そうです ね。これをじゃあ一曲、いいですかね。はい。僕らも、いろんなそのロックとかイベントがあるじゃないですか。で例えばアメリカだったら最後に歌うジョニー・ビー・グッドとかスタンド・バイ・ミーとかってあるじゃないですか。で日本にどうしてそれがないんだろうかなっていう。だから僕はこの歌をいつもイベントの最後はみんなで歌うようにしてるんですよね。あ、そうなんだ。やっぱりそういう曲って、ね、みんな知ってるし歌いやすいし、本当に、そうですね。じゃあなだそうそう。歌いきます。上を向いて歩こう。
Love and Peace。 夜後編に拍手を。どうもありがとう。鳥が鳴いて川が流れて野山は今花が咲き乱れ、汽車は行くよ煙吐いて、トンネル越えれば竹中だ、こんな楽しい夢のような、こんな素敵なところは、もう今はないもの、今はないもの、今はない、今はない、ひとりきり。太鼓が響き、みこしが繰り出し、いよいよ街に待ったお祭りだ。親戚が集まり、酒を飲んで、今年は放年だ。楽しい夢のような、こんな素敵なところは、魚の群れ、石を
べてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが楽しい日々を殺されるかもしれない。私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの白いよ窓辺に変わっていたわ。優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日ツイッターの死を告げた。手紙が本当にありがとうございました。それでは最後の曲です。もう本当に広島60このコンサートかぐや姫でやれて、もう何も言うことないです。これはこんなにあったかい拍手があって、あったかい空気に包まれて、これが平和です。
忘れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出溺れて言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら。24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい帰って聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。今
麗になった動き始めた汽車の窓に顔をつけて君は何か言おうとしている君の唇がさようならと動くことが怖くて下を向いてた時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま今春が来て君は綺麗になった去年よりずっと綺麗になった前が大きくなったとき、あの青い空に白い紙飛行機が夢を運ぶだろうか。
お前が大きくなった時、あの枯れた大地に咲いた名もない花が命を語るだろうか。ご覧あの街を明かりが揺れてる。お前の温かいこの手を握りしめれば、ああ聞こえるふるさとの歌。お前が大きくなった時、このビルの谷間に優しい歌が流れているだろうか。お前が大きくなった時、この灰色の窓辺に沈む夕日が安らぎをくれるだろうか。ご覧あの街を明かりが揺れてる。お前の温かいこの手を握りしめれば、ああ聞こえるふるさとの歌。
佐久間純平。かなちゃん。細井豊ちゃん。そして森山良子さん。大友康平。